どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、B フォースデッキをねB フォースデッキをご紹介していきたいと思います。 B フォースっていうテーマ皆さんご存知ですか？あの BF って書いてあるんですけど、これあのブラックフェザーではないんですよ。B フォースっていう、まあ、アーク5に登場してるシンジ・ウェーバーさんっていうキャラクターが使っていて、クローの仲間ですね。クローさんの仲間であるまあちょっとイケメンのキャラクターがいるんですよ。で彼が使っているテーマが B フォースって言って、まあ、シンクロ召喚を主軸にした昆虫族デッキなんですよ。で、一応リンクスに、まあ、ちょっと数枚実装されたんですが、まあ、B フォース界のエアーマン、であるニードルさんがちょっとあのまたね、ちょっといじめに遭いまして、実装されていないもんですから、まあ、このアルバレストさんを活躍させざるを得ないと、いうデッキになってまして、このアルバレストさん結構強いんですよね、効果は。ご説明していきましょう。召喚に成功した場合に、墓地のレベル3以下の昆虫族を特殊ができると、守備表示で。まあ、要は、昆虫族版のなんか、まあ、ちょっとジャンクシンクみたいなね、イメージですかね。で、ちなみにこれ相手によって破壊されると、っていうのができるから、B フォースモンスターを特殊召喚ができるよってところを持ってるんで、まあ、一応耐久力もそこそこありますよっていう感じですね。で、何を蘇生していけば強いかっていろいろ考えました、私は。まあね、正直レベル3のチューナーを蘇生してブラックローズとか、まあデストロイサムライとか心境召喚してもいいんだけど、それやるんだったら別にライトロードでよくねとかなるから、だからやっぱ昆虫族なんだったら昆虫を活躍させてあげるべきだと俺は思うんですよね。だから、今日はねエースモンスターねご紹介しましょう。指定のアラクレさんです。かっこいいぜ、指定のアラクレさんですよ地味に好きなモンスターなんですよ俺。前も言ったかもしれないな、あの指定のアラクレデッキの時に。これね結構ね強いんだよね、意外と。こいつすごい出しにくくて、闇属性チューナーとチューナー以外の昆虫族っていうなんかめちゃくちゃやべえ縛り持ってるんですよ。どうやって出すねんみたいな、効果なんですよね。まあ、これ一応昆虫族デッキなんで出せます。で、効果は攻撃する場合アンティークギアモンスター化しますよっていう効果と、あと1ターンに1回サクリファイスできるんですよ。まあ、一応表側表示モンスター限定なんだけど、相手のモンスターをパクれるっていう装備して、これめちゃくちゃ強くてですね、まあ、対象に取れるモンスターであればもう問答無用で除去できるんで、めちゃくちゃ強いと。だからこの、アラクネを使いたくて、じゃあ、アルバレストで何蘇生したらいいか、闇の2のチューナーだったらいいと。で、闇の2の昆虫族チューナーっていうのが、まあ、インフェルニティビートルくらいしかいなくてですね。で、インフェルニティビートルはインフェルニティモンスターなんで、これ結構相性がいいスキルがあって、これね、インフェルニティインフェルノっていうスキルね。これ。聞いたことないでしょ。自分のターンで数えて2ターン目。まあ、だから要は、3ターン目もしくは4ターン目に使えるっていうスキルですね。で自分の手札を2枚まで捨てると捨てた枚数だけ、インフェルティカード墓地を送るっていう方なんで、まあ、要は手札を1枚コストにしながら、ビートルを送れますっていうことなんですよ。墓地に。あ、もちろんビートル自身も送れるんで。だからこれでビートル墓地を送って、アルバレストで蘇生するっていうのが、あの動きが、まあ、一応理想ムーブみたいな、感じですかね。でね、どういう風に組み合わせていけばいいかっていうと、やっぱ昆虫族をガン積みしたいなってことで、昔ね、地底のアラクネデッキで使った、このドラゴンフライとか結集とかの、ギミックをね持ってきました。今日は結構楽しいです。結構楽しいよこのデッキ。地底のアラクネ出したりとかして、相手モンスターパクりながら、相手の墓地の墓地の相手じゃねえや、自分の墓地の昆虫族を除外してデビルドーザーを出して、で、強心中とかが、除外されると墓地に、インセクトクイーンを落とせるから、そのインセクトクイーンで、一族の結集して、まあ、2800、2800、2400とかで、まあ、全部で殴っていくみたいなこととかできたりとかね、普通に楽しい。であと初動札として黄金筆がこれ強心中を除外できるんで、これ除外されると墓地に昆虫を落とせるから、黄金室でこれ除外してインフィニティビートルとしてアルバレストを召喚とかもできるんで、一応これとこれの2枚があれば一応こいつ出せるんでっていう意味でこいつ入れてますね。であとコズミックサイクロンは、相手のバック除去プラス、アラクネの装備したモンスターを除外して、相手のモンスターをパクるってこともできるんで、まあ、そういう意味でも入れてますね。であとは普通に強い巡る、だ打点がやっぱ2800しかないからこのデッキなんで、まあ、巡るとかで補助してあげるみたいな感じですね。効果では破壊されないんでこいつが出ればもう昆虫族は効果の対象にならないし、結構強い。だからデモンズチェーンとかも打てないしね。なのでとりあえずですね、今日はね、B フォースデッキって言い張ってるこのデッキで、この地底のアラクネを出してぶん殴っていくっていうねことをしていきましょう。デュエル
さあお相手の方デュエルだ、クチャクマイさんですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、ちょっとやっぱあれですよね、満足さんの声は少し特徴的だから、あのなんかちょっと惹かれますよね、このなんていうか甲高い、ちょっとなんか甲高くて、なんだろうな、その人を小バカにしてる感じっていうか、やっぱね憧れますよね。デュエルだ、ちょっと似てねえな、ちょっと練習しとくわ。デュエルだ、ダバレユーセー、ちょっと似てねえな、ダメだ、ちょっと練習しとくわ。レモンマチャンガール、あ強いな。まあこれはやっぱね、ガールやっぱベリーマチャンガールほんと厄介で、なるほどですね、なるほどですね。まあ多分ワンキリはされないとは思うけどな。インフェルニティビートルを出しておいた方がいいか、一応結集あるし、一応ワンキリされないと思うけど、一応表側出してみましょうか。でこれで一応結集なんとか、多分ワンチャンなんとかなる、なんとかはなる、多分死にはしない、おそらく。さあ相手のドローフェーズ J、 ベリーマジシャンガール、どうしようかな、ベリーマジシャンガールマジで鬱陶しいな、クソ鬱陶しいぞあいつ。パクる効果にもなんかチェーンしてモンスターってくるもんな、あれめんどくせえな。レモンマジシャンガールか、はあ、ははあ、レモンマジシャンガールの効果はリリースするとデッキから魔法使いを手札に加えると。ああ、なるほどね、はい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 、あこれ魔法使いっていうのに加えると強いな、何で持ってこれんじゃん、何を持ってくるんですか、アレイサーですか、あサイレントマジシャンですか、なるほどサイレントマジシャン、なるほどなるほどなるほど、いいね、サイマジはなかなかおもろいね。でレモンマシャンからリリースか、セットオッケー、セットオッケー、でもベリーリリースしてくれてよかったな、ベリーマジめんどくせえからな、ベリーをなんとか処理できるのは全然ありがてえ。でサイレントマジシャンが出てきて、まあ、それ殴られるのは別にいいや、それ殴られるのは別にいい、そこまでは許容範囲内、まあ、それだったらセットでよかったっていう話はあるけどね。で、まあ、殴られていく、でインフェルディビートルが墓地に送られたぜ、こんなんじゃ満足できねえってか、いや俺は満足してやる、この手札で満足するしかねえだろ、俺はビーフォース早打ちのアルバレストを召喚、早打ちのアルバレストの効果を発動、インフィニティビートルを特殊召喚、そしてレベル4 B フォース早打ちのアルバレストにレベル2インフィニティビートルをチューニング、ダークシンクルは地底の荒くれ、地底の荒くれの効果を発動、相手のモンスター一体を装備できる、そして封印の黄金室の効果を発動、このカードの効果によって昆虫とかモンスターレゾナンスインセクトをゲームから除外、レゾナンスインセクトの効果を発動、このモンスターが除外された場合デッキより昆虫とかモンスターを墓地に送ることができるぜ、そして一族の結集の効果を発動、地底の荒くれと同一族のモンスターを墓地より特殊召喚、これインフィニティビートいったら B ボスさせるの、でもさすがにサンダー並べるか、さすがに3体並ぶでしょ、インセクトクイーンを特殊召喚、そして墓地の昆虫とかモンスターをゲームから除外し、デビルドーザーを特殊召喚、発動する必要ない、一応発動しとくか、インフィニティインフィルドの効果、手札を一応墓地に送り、インフィニティビートルを墓地に送るぜ、バトルフェイス食らえ、これが B フォースデッキだ、なお盤面に B フォースなし。対戦ありがとうございました。ちょっと展開力結構すごくないこれ。さあお相手の方、闇遊戯デュエル、光の援軍、やばい顔見えた、やばい顔入ってんじゃん、やばい顔入ってんだけど、この人やばいやばい、グレイトマッチューガーセットとかいう最強顔入ってんだけど、やばい怖すぎ、サンダードラゴンライトロードですかね、多分ね、はいはいはい、オッケーで、あーそれ強いね、それ強い、いいね、それはなんか強いね、で雷鳥で雷獣、はい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 、なるほど、で重心駆動まではいかない、なるほど、オッケー、石ばかり落ちた、カオスサンダーも落ちた、アレバレスト来た、なるほど、
弱え、ハンド。ハンド弱え。ハンド弱え。しゃあないか、でもこれ。これ、レゾナンスインセクトセット。もうこれ、あれされたらもういいや、負けで。レビオニアされたら。レビオニアされたらもう負けでいい。別に。表でよかったかもしれないな、でも。最悪。最悪表側表示でよかったかもしれないね。今のレゾナンスインセクトは。まあ、いいや、もう。レビオニアされたら俺の負けでいい。闇属性と光属性がいるから、まあできるんだよな。できるんだよな。できるんだよな、手札によっては。いやー、怖えな。もうほんとなんか、ライトロードとかいうさ、なんもないんだ。あ、それは逆にあり。それは逆に嬉しい。で、レゾナンスインセクトの効果発動。インセクトクイーンを手札に。あ、間違えた。あー、手札に変える方、間違えた。間違えた。間違え。間違えたね。今のは間違えていったわ。ちょ、ごめん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 。ごめんごめん。ちょ、手札に加える方間違えていく。まあ、いいや、スキル発動、インフェルニティ、インフェルノの効果発動。手札を1枚、墓地に送るか。レゾナンスインセクトさ、なんかちょっとさ、手札に、加える方と墓地に送る方あるからさ、ちょっと難しいんだよね、ちょっと。まあ、難しくはないんだけど。早打ちのアルバレスト召喚。インフェルニティビートルを特殊召喚。特殊召喚だ。さあ、なんだそのカードは。なんか破壊しようもんなら俺めぐるぞ。なんもないか。なんもない。さあ、最強のモンスターがシンクロ召喚されるぜ。大丈夫か、闇遊戯選手。あー、エネコン。なるほど、エネコンで、そっちリリース、はい。でそれパクられていく。ちょっと考えさせてください。なるほどでござるね。いやー、これちょっとミスったなー。持ってくる方、完全にデビルドーザーを持ってくればよかったって話はあるんだけども、まあでもしょうがないか、しょうがない感じあるな。それパクられるのは別にいいか。アルバレスと残るのは別に破壊されて耐久できるからまあよくて、あとはあいつ倒すかどうかだな。まあ一応倒すか。一応倒していこう。一応倒していこう。早打ちのアルバレストの対象にとって昆虫族特殊召喚できますよ。はい。はい。で、セットしていく。で、バトルフェーズ入っていく。で、ぶち殴っていく。で、サンダードラゴンさん、それは効果発動しない。危ない危ない。効果発動するとね、自身の昆虫族をリリースしてもう一回攻撃するっていう効果持ってるんだけど、まあ、それはしないと。あれモンスター自分だから。あのモンスター俺なんで。それも殴っといた方が良さそうだな。それも殴っといましょう。どっちにしてもこれ残すと、またなんかめんどくせえ、特殊化されるんで、これでリロードか、あ、小槌か。小槌はしない。で、戻ってきて、隕石杭の効果は発動しないで戻ってくる。OK。オッケーオッケーオッケー。で、めくるがあるので、まあ、ワンチャンなんとかしたいなって、それでなんとかワンチャンしたいなっていう話はあるよ。さあ、何かしらの展開札は入ってるでしょうか。手札は3枚、ライトローの手札3枚あったら、まあ、宇宙なんだよな。ライチョウオッケー。てかサンダードラゴンマジで見なくなったよね。マジで見なくなった。サンダードラゴンターン白でいいの、マジっすか。ご存知ない、最強モンスター、最強モンスターご存知ない。俺はレベル4の B フォース、ヘアシュアルバレスのレベル2、インフィニティビートルをチューニング。闇と闇重なりしとき、冥府の扉は開かれる。光なき世界へ、ダークシンクロいでよ。地底のアラクネ、地底のアラクネの効果を発動。フィードラモンスターを装備することができる。そして墓地の昆虫族モンスターを2体の魂をゲームから除外し、現れよデビルドーザー、最強だ。超新地の効果を発動。墓地にいらねえモンスター、インフィニティビートル墓地に送る。いくぜバトルフェイズ。おや、なんかあるな。なんだなんだそのカードは。ボールか、おら頑張りやがれ。セクトクイダイレクトアタック。これ盤面マジで B コース残せないのマジでちょっと悲しいけどね。さあ、お相手の方、カジキリョータ選手、LP 状況ベータ。
LP 増強ベータとかも嫌な予感しかしねえけど、うわ嫌な予感しかしないんだけど。これカイザーブラッドボルス、どういうこと。ライティドライバー、はあ、レフティドライバー、あ5678、やばい、うーわうーわ、出た出た出た、壁とやってろよマジで、壁とやってろよマジで。あのさだからさ、なんでさ、なんでさ、そういうさ、なんでそういうことするの、なんでそういうことするの、やばくない、やばいんだけど本当に。ガチで怖い。リミット1にしろって。だからもうお邪魔キングは今日あの放射とかなんだ、分配合ってんじゃねえかアイテムデッキ、ふざけんなよ煉獄。はあ、まあもうほんまにさ、いつまでおるんですか。プリミティブバタフライ強引に4000作ってんじゃねえよこいつ、やばい、もう完全もう速攻ブロックだわ。